利用客が増える年末年始を前に、JR 新潟駅で事故の防止やテロ対策を目的とした安全点検が行われました。この安全点検は北陸信越運輸局が年末年始に向けて輸送機関を対象に毎年行っているものです。 JR 新潟駅では改札から新幹線ホームまでの人の動きを確認したほか、危険物を持ち込ませないための防犯対策や非常停止ボタンなどの設備を見て回りました。テロ対策についても説明を受けたということです。これからの時期雪が降りますので、引き続きですね、緊張感を持って取り組んでいただき、安全輸送に心がけていただきたいと思います。安全点検は新潟交通や佐渡汽船など県内8つの輸送機関を対象に行われる予定です。